おはようございます。今日はお二人にミッションがございますので、こちらをご覧ください。ミッション、ミッション、本土最南端の役場まで自力で到着せよ。そういう感じ。そういう感じです。なので羽田空港です。2人で行くんですか？はい、2人で行っていただきます。鹿児島に着いてから奈良話もここから、ここから2人です。大人なので大丈夫です。頑張ろう。よろしく。よろしく。ちょっとなんか不安がちょっと映ってきたけど、多分大丈夫です。じゃあ頑張って行きましょう。行きましょう。行ってきます。行ってきます。頑張ってきてください。そう。これ何うどんだっけ？天玉うどん。天玉うどん。そしてカレーです。はい。ではいただきます。そう。あ、よかった。朝早かったからね。寝れなかったんだよね。何時だった？私でも3時かな。早くない？うん。なんか朝パッキングするものとか、なんか夜の。朝パッキングしたの？いや、全部じゃない。なんか残りのなんかチェックしたりとか。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだね。あと飛行機乗って寝るだけ。寝ます。どうぞ。あったかい。暑い？暑い、暑い、結構暑いんだ。結構暑い。でも
かる。顔の表情で伝わってる。でもね、結構暑い。暑いね。結構暑い。あの、お湯入ってないけど、この鹿児島自体がやっぱ東京と違って、結構もってしてるね。ね。ね、どんな気持ちですか？私、足はあんまり入ったことないんだけど、なんか服着てるのに、すごい、あの、お風呂入った時に、ね、なんか気の緩みが出てくる。うん、ちょっと顔で表現してみて。顔で表現ってさ、めっちゃ古い。とても気持ちいいです。飛行機でちょっと疲れたって癒されるね。ね、贅沢贅沢。あんまりあるよ他に。ね、私足湯初めてなの。あ、そうなんだ。九州の線に行くのが良いので、霧島市内、松戸から本日、金沢方面に停車しませんので、ご注意ください。ホテル調査が霧島市